んにちは。ネオスアメリカスユーストンオフィスに2019年4月から赴任している柴田と申します。これから私のヒューストンでのワーク&ライフについてご紹介したいと思います。現在朝の7時半です。こちらが自宅のベランダからの景色になります。高い建物が少ないので空が広く感じられて気持ちが良いです。平時は自宅からオフィスまで車で10分ほど運転して出勤しておりますが、現在は在宅勤務ですので自宅でこのまま働きます。こちらがオフィスが入っているビルです。現在は新型コロナウイルスの影響で原則在宅勤務となっていますが、平常時はここのオフィスで駐在員11名、ナショナルスタッフ3名の計14名で働いています。現在私は石油化学品関係の部署に所属しておりまして、業務内容としてはアメリカの石油化学品マーケットの調査に加えまして、アメリカに販売する際の顧客との交渉および物流調整といったところを担当しております。海外で働く上で大変だと感じることは多々ありますが、特に感じるのは日本との時差とネットワーキングです。時差の影響で本社とコミュニケーションできる時間というのは限られています。効率的に情報を共有し、迅速に次のアクションを決定するというようなことが求められています。ネットワーキングに関しましては、アメリカはプロフェッショナルの人材がより重宝される傾向にあるので、業界の人はみんなキャリアが長く、そうしたところに日本企業の一員として入っていくには語学力はもちろん高いコミュニケーション能力も求められます。こういったところに苦労しながらも日々成長を感じながら楽しく働いております。オフタイムは最近は近くの公園に散歩に行ったり買い物に行ったりすることが多いです。現在はなかなか難しいですが、平常時は同僚や友人とソフトボール、バーベキュー、ホームパーティー、メジャーリーグ観戦などもしていました。そしてヒューストンならではというところでは NASA のヒューストン宇宙センターにも行ったりしていました。現在は新型コロナウイルスの影響で行動の制限も多いですが、それ以上に海外で働くというのは成長できる環境ですし、刺激的な日々を送ることができています。以上、ヒューストンからお届けしました。